体操をしましたら、この枠の中に自由に足で出ました。みんな、皆さん考えちゃいます。恥ずかしいですか。バラバラなんですね、意外と。なるほど。足型初めてです。初めてです。いや、あんま取る。レリーフなんですけど、高島屋のお宮の前にあるんですけど、ご存知ですか。はい、今歴代の、ね、あの選手がレリーフありますけど、なんかどんな印象を。いや、すごいなと思って見てました。たまに通るんで。はい、今回あのご自身の足型もここに飾られるようになりますけど、それ多いというか。2013年入団で、はい、レリーフの存在いつぐらいから。いや、なんていつだろう。いや、なんか覚えてないです。なんか通ってて、こういうのあるんだみたいな、すごいなみたいな、歴代な選手、活躍してる選手がいる中ですごいなと思いながらずっと見てました。はい、はい、はい、始まりはいつからなんですか。2023期目、毎年一人で、あの優勝とか昇格とかそういう時は記念のレリーフなので。今回今大宮に所属している選手で、はい、一番その試合出場数が多かったと思います。僕なんですか。大丈夫ですか。で、今回チームキャプテンということで普段からその練習だとか、はい、まあ、試合に向けて心がけてることとかいや、もう本当にいつも支えてくれてる人たちのためにやらないとなと思いながら、いつも大体いつもホームの時はバックスタンド見て声援を見ながら、投手今日もしっかりやって勝ってみんなで交流を分かっちゃおうと思いながら、いつも。シーズン残り半分ないですかね。半分残りの試合に対してなんかどうですかね、聞いてるとか。なかなか勝ててないんで、本当に一勝でも多く勝という形で昔したので。よかったじゃん、これができて。いや、できてるけど、これでよかったもん。すごい人しかいない。高さ2012ぐらい分かってる。点が20ミリ近さ、最高したらいいの。ありがとうございます。はい。はい。こっちがいいですか。こっちがいいですか。